評価される人はここが違う。こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は、人はあなたの何を見ているかについて解説していきます。これほど努力しているのに結果が出ない、正当に評価されていないと悩んでいる人がたくさんいます。しかしそれは単純に正しい努力をしていないからかもしれないです。あるいは正しい努力とは何か知っていても積み重ねが足りない可能性もあります。できる人や評価される人には共通の考え方や習慣があります。現代人の多くは過度に他人の目を気にしています。そしてそこからもたらされる自分の評価を常にチェックしています。しかしそこにはビジネスパーソンが備えるべき本質がないです。そもそも努力をせずにボケっとしているだけで人から評価されることはないです。まず評価されるための正しい努力とは何かを理解して、正しい努力をして、その努力を積み重ねて、かつ自分の目標を持って行動することです。そうすれば人から評価されます。今回は人から評価される人になるためのアクションプランを11個紹介します。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、うまくいかない理由を人のせいにしない。多くの人は他人からどう見られているかを気にしています。特に社会人であれば、上司や同僚や部下からどのように見られているか、またどう評価されているかを常に気にしています。他人の目を気にしすぎると、これをやってもいいのだろうか、あれはやるべきではないのかと考えてしまいます。場合によってはその人らしさを発揮することができないです。他人の目を気にすることが結果や成果を出せない原因になっているかもしれないです。他人の目はそれほど気にせずに、あなたが評価されるためには自信を持つことが大切です。そのためには単純にあなたの実力を上げるしかないです。実力を上げるしかないと考えていないと、うまくいかない理由を他人のせいや社会のせいにしてしまいます。うまくいかない人ほど人のせいにしがちです。うまくいっていないのであれば、自分の能力を疑って実力を高めるように努力すべきです。ぜひうまくいかない時ほど自分のどこを改善すればいいのかを考えるようにしてください。松下幸之助さんや稲盛和夫さんの本を読んだり、成功している人をよく観察することも参考になります。改善の努力をすることなく、うまく見せよう、できるように見せようと考えてはいけないです。本当に実力のある人が見ればすぐにバレてしまいます。2個目、相手のニーズに応える。あらゆる仕事は相手が求めているものを理解して適切に提供してこそ価値となります。これはビジネスパーソンに不可欠な考え方です。この考え方をもとに着実に行動していくことが大切です。シンプルなことですが、どこまで愚直に行えるかが評価を左右します。難しく考える必要はなく、相手のニーズを知ってそれに応える、それをしっかりと実践していけばいいです。何事もそうですが、相手の立場に立って相手の気持ちを汲まなければうまくはいかないです。努力や頑張りはいかに相手の気持ちを汲むかを前提にしていなければ意味がないです。相手の評価はあなたの努力や頑張りを基準にしていないです。プロの仕事であればなおさらです。求めているものがきちんと提供されているかどうかが大事です。この発想がないビジネスパーソンは正しい努力ができずに適切な評価もされないです。評価の先には必ず相手がいます。その相手があなたに対して何を求めているのか、まずは見つけ出してください。3個目、憧れる人を見つける。実力をつけるためには地道な努力、それも正しい努力の積み重ねが欠かせないです。そのためにはまず正しい努力が何かを知ることです。あなたの努力が求められている成果や結果に結びついているかどうかを見極めることが大切です。努力の仕方に関して言うと、良い成果物を出している人や良いアウトプットをしている人を参考にするのが正しい方法です。まずはその人を徹底的に真似ることがスタートです。
うまくいっている人や世間から評価されている人をよく観察して、できればその人に憧れながらしっかりと真似するようにしてください。うまくいかない人の大半は憧れるべき人を見つけていないです。なぜかというと素直じゃないからです。そういう人ほど変にひねくれていて、インターネット上で批判ばかりをしています。そんな人は何をやってもうまくいかないです。素直さっていうのが一番大事です。うまくいっている人に憧れて、その人がやっていることを素直に真似すると、ある程度の水準までは到達できます。誰もしていないことをするのは大変ですが、ほとんどのケースは誰かがしていることを同じように実施しているだけです。とにかくうまくいっている人を真似することから始めてください。4個目、自分で言ったことは必ず守る。約束を守れる人間かどうかという判断は必ずされていると思っていた方がいいです。特に重要なのは言ったことを守ることです。人から信用を得ようと思ったら、自分の言ったことを守らないといけないです。どんなに小さなことでも自分で言ったことは守ることが大切です。何気なく子供をどこかに連れて行こう、誰々と飲みに行こうと話すことがありますが、誰に対しても言った以上は必ず守ることです。相手はそれを期待しているかもしれないです。やるべきことをきちんとやっているかどうかが人間としてのベースです。大抵の大人は子供に勉強しろと言いますが、それを言う前に自分が勉強し続けなければいけないです。信用を得るためには有言実行が欠かせないです。人を見るときもその人が言ったことをやっているかどうか、これを見ればいいです。それが人として最も大事なことです。5個目、志を持つ。正しい考え方を持っていない人は自分が得することばかり追ったり、組織のルールに縛られていたり、広い視野を持っていないことが多いです。組織の中にいると組織の論理に縛られて、その中でしか物事を考えられないことも少なくないです。中には会社を起こしたり独立してから気がつく人もいますが、本来であればサラリーマンの段階から高い志を持っていた方がいいです。できるだけ早く自分が本当に何を求められて何をすべきなのか知ることが大切です。そうした志や正しい考え方を持たないと、結局評価もされず満足した人生を送れないです。人間には3つの種類があります。悪い結果になってみてわかる人と、なる前にわかる人、そしてなってみてもわからない人です。悪い結果になる前にわかる人間になることが重要です。なってみてわかるのでは遅いし、なってみてもわからないのでは話にならないです。ただ組織の中で安住している人は、切迫感がないために志や正しい考え方についてそれほど深く考えられないかもしれないです。自分から変わろうとする気持ちが大切です。人の振り見て我が振り直せという言葉があります。それは周りの状況を見て、それが正しいのかどうかをきちんと考えろってことです。ぜひ自分の周りをよく見てください。多くの人が組織に埋もれているはずです。そして自分がどのような考え方を持って働いているのかを振り返ってみてください。そこに正しい考え方や志がなければ、この先の発展も望めないです。何かになってから分かろうとするのではなく、なる前から分かる人間になることが人生をより豊かにするためには大切なことです。6個目、すぐに行動に移す。表面的には素直に見えても行動に移さない人がたくさんいます。はいはいと返事をするだけで何もしない人です。そのような人には注意が必要です。中にはまるで評論家のように批評しかしないビジネスパーソンもいます。しかしそれでは社会人として成長できないです。人生っていうのは実践です。意見をするだけでなく、批評をするだけでなく、行動に移すことが大事です。勉強することもそうだし、本を読むこともそうです。どんな重要なことを学んでも、それを実践しなければ、実力も上がらないし、結果も出ないです。いいと思ったことで、リスクの小さいことはすぐに始めることです。そしてやり続けることです。素直とは受け入れて前向きに対応することです。成長したいと考える人には、その両方が必要です。
ただし間違った教えや考え方、生き方を信じるのは危険です。正しい生き方や考え方は何千年もの間多くの人が正しいと言ってきたことです。自分のベースになる正しい考え方を習得していれば、誰の話を聞いてどんな学びを実践すればいいのかがわかるはずです。その上で物事を正しく判断して、素直に話を聞いて実践継続することです。正しいことを継続していれば、何かしらの効果が出てきます。効果が出ると評価が上がって収入も増えていきます。収入が増えるとできることが多くなります。そうなるとさらにインプットも増えて、アウトプットの質が高まる好循環が生まれます。成功している人はみんな行動力があります。それにほとんどの人が早起きでせっかちです。せっかちな人っていうのは行動します。うじうじ考えたりしないです。しかし能力が低くて行動力がない人ほど無駄に考えようとします。ただし考える能力が低ければ1時間考えても2時間考えても同じです。結論は出ないです。それは考えているのではなくて行動したくないから悩んでいるだけです。パッと考えてすぐ行動することが大切です。成功者の多くは理屈をこねるのではなく身軽に行動しています。7個目、理想の人生を目指す。衣食足りて礼節を知るという言葉もあるように、食っていけることが人間として最低限の基本となります。あなたがどこの会社に勤めていようが、能力があれば会社を飛び出しても食べていけます。しかしそうではない場合は、会社がなくなったら食べていけないかもしれないです。変化に対応する能力を身につけることが大切ですが、それは何が起こっても食べていけるスキルです。しかし仕事が楽しくないと稼ぐことはできないし、自己実現ができないです。生きていてよかったと思いながら、お金を稼げる仕事に就くことが本当の理想です。食うためだけの仕事はつまらないです。いくら稼いでも満足感はないです。逆にいくら楽しいと思っていても、それで食えなければ辛いです。だからこそ、その両方を満たせる能力を養うこと、変化に対応するためのスキルを得ることが、これからの時代には不可欠です。その仕事をしていて自分が楽しくて、かつある程度稼げることが、理想の生き方に近づく近道になります。8個目、より稼ぐ努力をする。なぜ稼ぐことが必要かというと、社会から評価されることに加えて、稼いだ方が楽だからです。そこには家族の生活も含まれています。経済とは標準的に稼ぐ人をベースにほとんどのものが値付けされています。例えばコンビニのパンは150円から200円ほどです。年収が数億円の人でも低所得の人でもコンビニのパンの値段は変わらないです。いわゆる生活必需品は標準的に稼ぐ人をベースに価格が設定されています。要するにちょっと人より稼ぐと、それだけである程度豊かな生活ができます。もっと言うと少しだけ見える世界が変わります。普通の人には見られないものが見れるため経験値も増えます。背伸びをしてお金を使えとは言いませんが、少なくとも余裕を持って暮らせるようにするべきです。お金がないことは人の心を悪くさせます。お金を持っていても心が豊かじゃない人もいますが、それは生き方の勉強をしているかどうかの問題です。大事なのはきちんとお金を稼ぐことと生き方を学ぶことです。稼ぐことで見える景色が変わりますが、正しく稼いで正しく生きることが必要です。9個目、一流を目指す。若いビジネスパーソンの中には、どうすればスペシャリストになれるのかと思う人もいます。しかしその発想は正しくないです。大切なのは目の前の仕事が天命であると自覚をすることです。そしてそのスペシャリストになることです。深める方法、深める技術、深める能力を身につけていれば、どんな仕事でもスペシャリストになれます。深める勉強をするには本を読んだり、インターネットで調べたり、セミナーに出たり、人に話を聞いたり、やる気さえあればいくらでも一歩踏み込むことができます。プロになれそうもないことに時間を使わずに、まずは目の前のことを人よりもできるようにすることが大切です。そのためにはどうすればいいのかを、プロになるための訓練だと思ってきちんと考えるようにしてください。一人前と一流は違います。器用なだけの人は一人前にはなれても一流にはなれないです。
一人前っていうのは二流のことです。だからいつまで経っても二流並みの給料しかもらえないです。これから先転職が当たり前になればなるほど同じ能力を持っている人は同じ給料になります。また AI やロボットなどもますます仕事を代替する可能性もあります。その中でいかに他者よりも秀でて付加価値のある仕事ができるかが重要です。10個目、何を勉強すればいいのかを見定める。自分自身で世の中のことを知って自分のキャリアや自己実現のために資格を取ることはいいことです。目標に対して勉強することを、勉強する習慣を身につけることが大事です。人は考えるきっかけを持っていないと考えないです。特に若いうちは資格試験のためなどのきっかけがないと勉強をしないです。若いうちに身につけるべきなのは、一つは一生懸命働く習慣です。その習慣を身につければ、どこで働いてもうまくいきます。自分の目標ができたら、何を勉強すればいいのか、何を考えればいいのかを見定めて、正しい努力を積み重ねるのが一番の早道です。その際に最も早く評価されるのは、目の前の仕事のケースが多いです。そこで小さな成功体験を得れば、他の分野でも評価される努力の仕方が分かるようになりやすいです。これまで頑張ってきたけど報われなかった人はたくさんいます。その理由はどの分野で努力するかを間違っているか、正しい努力の積み重ねが足りないかのどちらかです。あなたの強みを生かして評価されやすい分野に集中してください。どこに焦点を定めて、そのための正しい努力をすることが必要です。まずは勉強をすることが大事です。勉強をすることで気づきを得て、自分のやるべきことが見えてきます。11個目、ストレスをコントロールする。いつもイライラしている人や、いつもネガティブな発言をする人がいます。こういう人たちの発言や行動は、周りの人へもネガティブな影響を与えて、ついつい振り回されてしまいます。一方、成功する人は、人を心から褒めることができる人です。人を褒めることができる人は、他人のいいところを見ているため褒めることができます。また、そういう人は積極的です。自分の態度や行動、あるいは言動は他者からの評価に直結します。特に現代においては、多様な他者の評価を伸ばしていくためには、いくつかの必須スキルを身につけることが大切です。その大前提として積極的であることが求められます。そして積極的であるためには、ストレスコントロールが必要です。自分が受けているストレスを意識して上手にコントロールすることで前向きになれて、より望ましい態度や行動を取れるようになります。それが結果的に他者からの評価を向上させます。ストレスをコントロールするポイントは次の3つです。1つ目、自分でコントロールできないことに悩まない。自分でコントロールできないことに悩むのではなく、自分でコントロールできることに全力を尽くすのが基本です。自分でコントロールできないことに文句を言わず、コントロールできることに集中してください。2つ目、言い訳をしない。言い訳には嘘が含まれているケースが多いです。言い訳をする人は自分に嘘をつくことによってストレスを溜め込んでしまいます。言い訳をせずに素直に謝れば無駄なストレスを抱えることがなくなります。誠実に謝罪をすれば相手にも誠意が伝わります。3つ目、時には自分を甘やかせる。真面目な人ほど頑張りすぎている可能性があります。ただし人間には限界があるため、あまりに頑張りすぎると身体や心が持たないです。睡眠や休息をきちんととってください。普段から心身を健やかにして無理のない範囲で仕事をすることが大切です。ただし時には重要です。いつも甘やかせてばかりでは十分なアウトプットが出せないです。やるべき時はしっかりとやって、休む時にはしっかりと休むというメリハリを保つことが自己の評価を高めます。生きている以上ストレスをゼロにすることはできないです。しかしこの3つのポイントを知っていればある程度はストレスを下げることができます。ストレスをコントロールできるかどうかは結果的にあなたの評価に直結します。解説は以上です。仕事ができない人の多くはきちんと自分で反省をしていないです。その反省があってこそ自分を変えることができます。
人格を向上させて能力も向上させないと何も変わらないです。実力や人格を高めていかなければ評価は得られないです。そのためには何十年もの間、多くの人が正しいと言ってきたことを学ぶ必要があります。正しい価値観や生き方を学べば成功は近づいてきます。今回紹介した11個のアクションプランをヒントにして、より良い自分へと変わってください。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。